はい。まあ、この時計のちょっと続きの話ですけど、単三電池という縦の長さと同じと説明したんで、まあ、このレボルテスと比較すると、こういう感じですね。はい。この、ちょっと追ってみましょうか。はい。こういう感じです。はい。単三電池と、まあ、ほぼ一緒ですね。まあ、ここと、あと反対側と、ここですね、合わせて。まあ、大体単三電池と似たようなものなんで、まあ、購入されるときはね、この単三乾電池をちょっと自分のこう腕のとこにこう乗っけて、大きさをちょっと確認してみてください。はい。だ単三乾電池と同じぐらいなんで、どのぐらいかな。だって5センチぐらいあるんですかね。5センチぐらい、直径5センチぐらい、そんなもん。まあそんなもんですね。だいたい5センチぐらいあると思っていただければと思います。で、まあちょっと繰り返しになって申し訳ないんですが、電池がこの CR2032 ということなので、2032ですね。ということなので、まあこういうね、これかな。CR2032。まあ、これ電池売ってるんで、まあ、こういうやつですね。まあ、あの CR2016 っていうのもあるんですけど、まあ、2016はね、この半分の厚みなんですよね。だ 1.6 ミリかな。これ2032っていうのは、あの 3.2 ミリなんで、まあ、倍の太さがありますから、まあ、電池としてはこっちの方が持つかなと思います。まあ、こういうのもね、もうたくさん、これ、電池どんだけあんねんみたいな。どんだけあんねんみたいな感じですけど、まあ、いっぱいあるんで、まあ、使用期限がありますからね、あんまりちょっとたくさんいっぺんに買ってしまうと、この推奨期限切れちゃうんですけど、まあ、2020年までですから、まあ、多分使い切ることはないと思いますけど、まあ、こういう電池と、まあ、あと、マイナスドライバーがあれば、この自分で電池変えられますよと。いうお話は、まあ、前回した通りですね。はい。ということでね、あとどうしましょうかね。ちょっと、まあ、時計ですから、重さもやっぱり測っときましょうか。ね。はい。測りが登場。はい。今、ゼロですね。こう時計をちょっと測ってみましょう。まあ、そんなに重くないんですけど、まあ、こう、はい。55g ですね。電池込みで、電池込み、ベルト込みで 55g。はい。こういう感じで、55g といった感じですね。まあ、そんなに重さは感じないかな。大きさはね、ちょっと感じるんですけど、重さは感じないかなと思います。はい。じゃあね、ちょっとこの盤面を見ていきますけど、はい。こういう感じです。はい。ピントが合ってないと思いますけど、はい。こういう感じで。まずね、デジタルです。当然。で、まあ、この周り周辺にね、この粒がたくさんあって、これが秒針になるんかな。秒針的な動きをしてて、マックスになると、はい。今度は、まあ、一旦消えてから増えていくという感じですね。で、この3時方向と6時と9時と12時のとこには、まあ、もうすでに点があるので、ここは、はい、こういう感じで、まあ、一見、こう、つかないように見えますけど、まあ、最初からもうついちゃってるということですね。はい。で、表示としては、フライデーで、1時23分32秒。で、12月の8日と。いう感じですね。だから、まあ、曜日と、時間、分、秒。で、マンスとデイと、月と、デイと、日という感じですね。はい。で、ボタンはね、こっちの、まあ、向かって、この、右側かな。右側に、1、2、3個。に、反対側には、まあ、二つですね。一個二個とついてます。このね、このボタンは、ダミーボタンはないです。針式のボタン、時計もあるんですけど、
あの、針式の時計で中国のやつもありますけど、あの、ダミーボタンがあったりするんですよ。あの、ボタンのように見えて結局押せないとかね、いうのがあるんですけど、まあ、これ全部押せます。はい。で、まあ、これが標準表示で、ここですね、この、左下をちょっと一回押します。はい。はい、ストップウォッチですね。ストップウォッチにできます。STW ですか、ストップウォッチですね。はい、に止めて、クリアは、ここですね。右上でスタート。これ動いてますね。ストップウォッチの間もこの周辺が増えていきますね。はい。に止めて、ここでリセットという感じですね。スプリットタイムとかもできるのかな？まあ、そのあたりはね、ちょっと、あの、説明書にね、書いてあるんですよ。まあ、これちょっと開封のところで、お話ししたこの説明書なんですけど、1216の時計のところで、まあ、これモードですね。ファンクションモードというのがあって、まあ、どういうモードがあるのかとかですね。それぞれの機能とか、まあ、ざーっと書いてあるんですけど、まあ、裏も表もあるんで、まあ、そこ読んでもらうと、わかるかなと思います。はい、ストップウォッチ。はい。最初に戻りましょうかね。まず、ストップウォッチ。それから、アラームですね。アラームをね、これ3つぐらいまで設定できたと思います。これ今、AL1 でしょ？に、オン、オフとかね。アラーム1、AL2。AL3 に、これ、SIG っていうのは、あの、なんていう、時報ですね。まあ、1時ちょうどとか2時ちょうどとか、そういう、SIG、SIG もここで設定できます。シグナルとかそういうことですかね。ちょっとわかんないですけど、まあ、あの、うるさいんでオフにしてますけど、ピピっていうやつですね。に、アラーム1、2、3というので、3つ設定できますね。はい。そして、もう一回持ってみましょうかね。ストップウォッチ、アラーム、タイマーですね。カウントダウンです、要は。まあ、例えばカップラーメンを3分経ったらというので3分に設定したりとかですね。まあ、今11分にしてますけど、これオンにすると、ここにタイマーって点灯してカウントダウンが始まると。この周辺が今度減っていってるんですね、これ。じわじわと。いうので、まあ、11分経てばピピピという音がするというやつですね。に止めてリセットかな。はい。こういう感じで。まあ、好きな時間が設定できます。まあ、今11分にしてますけど、あの、3分でも5分でもいいですね。はい。そして、これね、まあ、今、あの、WDT かな。これ、ワールドタイムというので、あ、まあ、これ UTC になってますけど、まあ、世界の時間が設定できるというやつですね。まあ、日本国内にいる限り、まあ、必要ないとは思いますけど、まあ、いくつか都市が選べるようになってるはずです。で、その都市の一覧も、説明書に書いてあるんですよ。さっきの英語の説明書の裏かな？裏の上のところに、書いてあったはずですよ。はい。こういう感じで。ちょっと見えますかね。はい。こういう形ですね。まあ、ロンドンとかですね。まあ、標準時ですね。UTC が標準時なんかね。標準時に比べて。まあ、ロンドンですから、まあ、プラスマイナスゼロというので、まあ、あとザーッと書いてあって。に、東京ですね。ここ。プラス9時間ですね。だグリニッジ天文台からプラス9時間というので東京、TYO で東京というのが設定できます。まあ、他も、まあ、ソウルも一緒ですね。まあ、よくね、あのパソコンとかスマホ買った時になんか都市を設定してくださいってありますけど、まあ、あれと一緒ですね。こういう感じで、まあ、プラス何時間かなというので都市が入ってますから。まあ、東京設定する場合には9時間。まあ、これ、あの、このワールドタイムは、あの、標準の時間とは別に設定できるんで、まあ、日本国内でしか使わないんであれば、まあ、別に設定する必要ないと思います。
その標準の時間の方でやればいいので、はい。でそして、もう一回元に戻るという感じですね。まあ、ここから行きますと、まあ、これ標準の時間表示、ストップウォッチにアラーム、で、タイマー、で、ワールドタイムという感じですね。だからまあ今 UTC になってるので、UTC を表示してるのかな。なんかずれてるような気もしますけど、まあいいですね。はい。こんな感じです。はい。で、あとですね、これちょっと暗いとこで光るんですよね。まあちょっと一回押してみます。光らせるのはここ、左上です。ちょっと押してみますね。この状態で。はい。はい。まあ当然のごとく明るいのでわかりません。はい。ということでちょっと暗くしてみましょう。はい、部屋、電気切ります。はい。切りました。この状態で光らしますよ。はい。こういう感じで。はい。光ってますね、これ。はい。もう一回押します。はい。こういう感じですね。数秒間でね、消えてしまうんですけど、その間に読み取ってください。はい。こういう感じでね。はい。ちなみに、この光るボタンを押し続けてても、消えてしまうんで、押し続けてても消えてしまいます。ということで、まあ、暗いところでも、はい、見ることができますね。まあ、視認性はいいと思います、非常に。こういう感じで、はい。まあ、読めますね。まあ、この状態でモードを変えたりとかもできますから、暗い状態でタイマーとかね、いうのもできます。はい。普通に全部動いてますね。はい。というのが、まあ、主な機能ですかね。主な機能ということになりますね。